はい、半マクの本科の半マヨア先生です。ですね、ビル・ゲイツもそうだし、3番目のね、投資家の人もそうだけど、自分、億万長者だけどね、2、3番ですね。1番はまだ、状況はまだ、新しくできてるんで、わかんない人なんですけどね、アマゾンさんね。つながりがまだないし、私はビル・ゲイツの家にね、呼ばれたことはあるんでね。僕はパソコンの発明者でね、仕事関係で言われたことありますので、よく知ってるんだけど、ビル・ゲイツとか3番目の人はね、やっぱり実際は汚職なっていうこと知ってるんです。自分でちゃんと明記してくれてるんですね、頭ではね。で、2番、3番の億万長者はちゃんとね。で、何も、まあ自分の代表としてね、創業者の代表としてはいいわけですよ。仕事関係とかね、投資家でね、代表ということね。で、まあ、あんなに稼ぐには、やっぱり人からシードされないとできないんですよ。ですから、ちゃんと認めてんですね。で、芸能人でも、芸能人はね、全部認めないんですよ。投資家、あと、BNC、日本なんかの BNC も認めてくれてますね、頭でね。で、投資家とかそういうね、大きい稼いでる人はちゃんと認めているんですね。で、まあ、最も多いと、ビル・ゲイツとかね、3位の投資家って、稼ぎ多いから、ビル・ゲイツももうほとんど寄付しちゃってますね、財産ね。でしょ？やってるということと、3番目の投資家の人もめちゃめちゃ多いんで、もう99%寄付してるって。ね。収入のね、そんなもんですよ。だから認めてちゃんと寄付してんですよ。で、まあそんなことして偉いわけですね。わかります？で、チンピラはね、その1000万とか2000万とか1000万以下の人はその認めないで徹底して自分で稼げてるって嘘つくんでね。それでね、危なくてね、で、殺しも自分の手柄にしたいわけですよ。ずるして嘘ついてね、シードでやね、保安仕事があるわけですね。それ全部100倍仕事があるんで、人間じゃ無理なんですね。で、私は人間の上で、地球で私しかいないから、上の世代だから自分でできますけど、大変なわけですけどね。それでもね、こういう感じなんですよ。でね、あと芸能人でも全部シードだからたくさん稼いでる。歌でもね、ね、世界中のシードでね、実際自分で稼げてないんで、上げてるわけです、周りが。ということをよく知っていただけ、ボクシングだってね、サッカー選手の億万長者でも全部人が上げてるんですね。で、一部認めないとこもありますけど、芸能人、日本なんかは20%ぐらいは認めてますね。80%は全部シードだよということでね、もらってるわけですね。で、20%はね、認めない。その中で100、もらってるうちの20%は違いますよと言ってるわけですね。それは言い分だからいいです。その手は全部じゃないからね。全部シードにしないっていうのはおかしいでしょ。だから、それで全部自分で稼いだなんていうのは嘘つくようなのが、チンピラが多いわけです。少し稼いでる人っていうのはね。で、それでもっと稼ごうとするっていうのは、社会が許すわ、宇宙生物全体が許さないんですよね。それで危ない道になるわけですね。だから、そういう人たち、外国にちょっといますけど、危ないわけですね。ということでね。で、私、危ないから、とにかく周りを殺そうとしたりとかね、非常に危ない人物となるんで、ね、で、そういうことをよく知ってるから、私の方の身も危なくなるしね、そういうことで説明してるんです。YouTuber でも2億円稼いでる人いますよ、日本人でも。あれも全部シードですから。まあ、ただ、芸能人が20%はね、違うよというふうに言ってるんで、それに合わせていただきたいと思いますけども、まだ YouTuber でね、
たくさん稼いでる人はね、それ認めないところがあってね、危ないんですね。殺しすんだんですね、それでね。社会に嘘つかついてるわけですからね。指導されてもその全体に、宇宙全体に広まるから、その嘘はね非常にわかるし、ひどいんですね。臭くなるというかね、ね、テレビに出ててね、言うなればテレビで喋って嘘を、まあ、いつもついてるということですね。言わないけども頭で嘘ついてるわけですからね。これは臭いわけですよね。ね、それら辺はちゃんとしっかり知っていただきたいということですね。危ないわけですね。そういうことですね。芸能人、日本の芸能人は全部嫌だけどもね、ちゃんとそういうふうに動いていますね。大体ね。外国はちょっと違うところ多いで、違うところもありますけどね。ということでした。半間先生でした。